ツアーオブジャパン最終レース、この東京ステージがスタートしました。どうぞ皆さん大きな拍手ご声援をお願いいたします。倉田選手、最後ちょっと、スプリントで落車があって、ちょっと経過もされたということなんですが、状況どんな感じでしょうか。そうですね、今日は本当にイージーなレース展開で、チームメイトもすごい最初の方から最後まで、自分守るために風上とかに、いてくれて、すごい守ってくれて、で最後残り1キロのところも本当ほとんど先頭で入れて、かなりいい展開で、最終迎え入れたんですけど、もう勝負かかって最後自分がもがき始めた時に大柄なあの外国の選手と当たってしまって、でスピード差がちょっとあったんで、自分の前輪がその外国人の選手の後ろの後輪に、当たっちゃって刈られちゃって、落車したんですけど、手堅い的にも美濃もあったし今回もあったし、すごい優勝したいって気持ちはあったんですけど、落車しちゃって結構残念な結果になっちゃったんですけど、骨折とかなかったんで、療養して次のレースでまた復帰っていうか戻ってこれるようにまた休養しっかりしたいと思います。ちょっと心配してる人もいらっしゃるかと思うんですが、心配してる人もいるかなと思うんですが、そうですね、心配おかけしました。無事骨折はないんで擦過傷だけですけど、2、3週間はあんまり動けないかなと思って、それまで療養したいと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ頑張って直してください。はい、頑張って直して、はい、ありがとうございます。回復、進めてください。ありがとうございました。はい、中山選手、東京ステージお疲れ様でした。ありがとうございました。今日は、プレイヤー選手最後落車でちょっと残念なことになりましたが、今日のステージスプリントに向けて、どんな感じだったでしょうか。そうですね、昨日のミーティングでやはりですね、今回東京ステージはスプリントになる可能性が非常に高いということで、プレイヤー選手を中心にチームは動くというふうに決めていたので、最後、木村選手に最初牽引に入ってもらって、その後、港選手、で牽引してくれた木村選手も、僕らの位置をですね、最後ラスト1周に入ってから上げてくれて、そこから、ラスト1キロから入部選手、中井選手、僕、黒枝選手の並びで入って、ほぼほぼ先頭で最終コーナーを抜けることができたんですけど、その後、ラスト300くらいまで黒枝選手を牽引して、僕の仕事は終わったんですけど、黒枝選手最後残念ながらこういい位置でに送り込むことはできたんですけど、そこで落車してしまったんで、ちょっと残念なステージになってしまいましたし、だいぶそうですね、怪我の方も失敗な状況になってしまいましたね。横山選手、今回ツアーオブジャパン、ちょっと序盤でタイムを失って、去年は UCI ポイントを取れたので、今年も高い目標を持って乗ってたと思うんですが、振り返ってどうですか。そうですね、個人的には最初のプラン、スタートする前のプラン通り、その入部選手の、総合のアシストをしつつ、自分自身もそのポイントを持って帰るというのを目標にスタートしたんですけど、残念ながら京都で遅れてしまったんで、その後はもう切り替えてもアシストとしてこのツアーオブジャパンを走り切ったんですけど、そうですね、最初の目標を達成できなかったのはちょっと自分としても悔しい部分が大きいので、
今後のエース熊野と続きますけど、そこでちゃんと調子戻して、ポイントだったりとかを取れるように頑張りたいと思います。まあ、次においている大きな目標とかありますか？熊野がまずすぐ直近であるんで、そこに向けてとりあえず回復させて、その後は全日本選手権だったりとかも重要なレースが控えているので、もうちょっと今コンディション的にはあんまり良くないんですけど、コンディションをしっかり上げて、そこでは自分のベストパフォーマンスを出せるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、中井選手お疲れ様でした。ありがとうございました。今日最後ちょっと黒田選手落車があって、はい、残念だったんですけれども、今日のステージ、終盤の牽引役ということで、はい、中井選手仕事したと思うんですが、はい、状況どんな感じだったでしょうか？そうですね、最後、やっぱ鞘さんをいい位置でスプリントさせるべく集団の位置取りとか、最後入部さん先頭にして最終コーナーまで突っ込んでってっていう、で自分がコーナー曲がって引き切ってっていう形ができたはできたので、形としては良かったと思います。はい、自分の仕事もそれなりにできたので、はい、3年ぶりで学生の時以来のスターオブジャパンで、今回は、初めての完走という話があるんですけど、そういえばそうですねどうです振り返って？そうですね、ちょっと嬉しいですね。やっぱりホッとしてます。とりあえず完走できて、何か8日間8ステージ通して自分の中で得たものって、はい、どんなことがありますか？そうですね、やっぱでも全体的にまだまだ力不足だったかなっていうふうに思いました。もっと、今回はアシスト、全ステージアシストっていう形だったんですけど、もっと力があれば前で仕事ができたかな、アシストができたかなと思うんで、もっと力をつけて来年は戻ってきたいです。はい、ありがとうございます。はい、野田監督、東京ステージお疲れ様でした。ありがとうございました。東京ステージ、黒田選手最後ちょっと落車して怪我ということで残念だったんですけれども、はい、どうだったでしょうか？そうですね、このツアーを通して、チャレンジをいろいろしてきてですね、イリベのステージにと、それ以上の結果を求めてきたんですけど、総合では届かないということで、最後にこのステージ何としても優勝を狙う走りをするということで、今日は、黒枝に全ての、プレッシャーを背負ってもらって最後スプリントを臨んでもらいました。で彼もですね、最終的に、転んでしまって残念な結果になってしまいましたが、本当によく最後の瞬間までその勝利というのを目指した結果がクラッシュになったと思うので、本当に彼個人としてもそれを、最後まで、お膳立てしたチームとしてもよくやってくれたかなと、感じています。はい、ツアー全体を通して、やはり、結果としては、ステージ2位とあと、優勝ポイントですね、多少稼いだということで、昨年と同じようなポイント数の稼ぎ方なんですけど、内容としてはチームとしてですね、もう本当に日々チャレンジをして勝ちを狙ってということができたので、本当にいいチームができてきたかなと感じています。あとは、力の底上げをもう少しすれば、もうさらにいい結果一気に入れるレベルまで来てるんじゃないかと思うので、もう本当にそれを来年までと言わずに、もう本当にこの、すぐにでも、実現して、チームのレベルを一つは引き上げていきたいなと思ってますね。ちょっと話重なるかもしれませんが、入部選手が総合上位を目指して、他の、チームメイトが、サポートして、今日のスプリントのステージも、チームとしてまとまって動いていた、すごいチームワークが見ている人にも伝わったんじゃないかなと思いますが、野田監督はどういうふうに釣りました？そうですね、本当に彼ら、もちろん普段の、レースの中でも、トレーニングでも、共にしている生活の中でも、様々な、トライをして、例えば問題にもつながったりしてですね、という時はあるんですけど、もうチームの中でそれをお互いに話し合ってですね、徹底的に目を向けて解決していくということができるチームなので、これは
誰がどうやってるかということではなくても、チームの一人一人の意識が高くなっている証拠であってですね、まあ、それが走りにつながっているかなと考えています。まあ、ロードレースは一人の力でもできないことはないですけど、やはりチームの、ね、連携っていうのを取って初めて美しい勝利が生まれると思うので、もうそれを本当に、ね、これからもどんどん強化していけたら本当にいいチームになるだろうなと思ってます。じゃあチームとしての次の目標は、次ですね、まあ、大きな目標はもうこのツアーオブジャパンが終わったので、次の大きな目標は全日本選手権です。もう残り1月しかないので、まあ、そこに向けて全力でですね、今できることをやってですね、もう日本チャンピオンのタイトルをもぎ取りに行きたいなと思ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。